こんにちは、こんばんは。本日はですね、今さらこれやるのっていうのをね、やっていきたいと思います。まずね、4スローをつけたらやること、同調を取らないといけないです。このバタフライの開き4気筒、どれもが同じ量空気を吸うように調整しないといけないです。それがね、できてないんですよ。実はもう感覚とフィーリングだけで合わせてたんで、今日はね、ちゃんとね、メーターを使ってね、調整していきたいと思います。使っていくのはドイツ製のちゃんとしたやつです。ドイツの STE っていうメーカーから出てるキャブレターメーターを使っていきたいと思います。キャブレターメーターとか、あとシンクロメーターとかね、よく言われるやつですね。で、これを新品購入してます。で、内容物は英語で書かれた説明書と本体です。で、こんな感じのやつです。で、昔よくあった負圧のキャブレターのメーターは非常に使いにくいし、合わせにくいので、今回ね、これ吸い込みの力でどれぐらい吸ってるかっていうのがメーターに出るタイプなんですよ。これをね、使っていきます。なので1気筒を差し込んでアイドリングが不調になるっていうことがないので、これめっちゃおすすめのやつですね。まあ使ったことないんですけど、今から使いやすいということなんで使っていきたいと思います。 STE かっこいいですね。めっちゃ簡単なんですよ。差し込むだけ。差し込むと、あれ変わらないぞ。シムをね、こういう感じに挟んで、今2000回転ぐらい。で、これでね、メーターが動くはずなんで、これでね、調整していこうかなと思います。で、本当に差し込むだけ。4いかないぐらいかな。4過ぎてるぐらい。これあれだな、こっち刺さらないね。どうしようか。で、ここのね、ニジエア吸う部分は全て全締めしました。で、1番はね、もともとついてなかったので前ね、埋めてます。これでエンジンつけてみて、シンクロメーターで同調取っていきます。それでアイドルアップ2000回転ぐらいね、これでやっていきましょう。4ちょっとかな。4.2 とか。これも 4.2 とか。これは 3.9 とかかな。調整するのはね、ここのネジですね。ここのネジを伸ばして、ちょっとバタフライをね、開く方向に持っていきます。めちゃくちゃ大変ですね。この挟んだ状態でシンクロメーターで測りながら調整しないといけないんで、短時間しかできないんでね、めちゃむずいです。で、今調整終わりました。だいたい 4.2 ぐらいでね、調整してます。調整完璧です。ボコボコ鳴ってたんですけど、アイドリングの時。なん
かめっちゃ静かになりましたね。めっちゃいいっすわ。ちょっと吹かしてみましょうかね。なんかね、鋭くなった音がめちゃくちゃわかるかな。いやーいいね。このドイツ製の STE っていうシンクロメーターね、めちゃくちゃ使いましたね。これ便利じゃないですかね。でここゴム製品なんで、差し込んでもうそのままねメーター見れるんでいいですね。ぜひ気になる方はね、概要欄にリンク貼っとくので、そちらからね購入してみてください。ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。もう4スロ計画も完成間近ですね。